師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。火曜日のこの時間は何でもお邪魔隊です。八戸市内の様々な名所やスポット、施設などをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。今回は八戸公園内にある宮古子ども館にお邪魔します。宮古流通株式会社生活サービス本部指定管理部庶務担当兼子どもの国担当の小笠原文明さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、宮古子ども館にお邪魔してお話を伺ってますが、子どもたちがもう朝早くから元気ですね。皆さんの朝から元気に遊んでおります。なんかその声を聞くだけで楽しくなりますね。そうですね、やっぱり明るい楽しい声が毎日響いているのがいいと思いますね。はい。それではこの八戸公園と八戸公園内にある宮古子ども館の概要について教えてもらえますか。はい、八戸公園は八戸子どもの国と八戸植物公園の2つからなる総合公園になっております。八戸公園子どもの国は遊具施設が12個ありまして、あと全体としては37ヘクタール、東京ドーム約8個分の広さとなっております。広いですね。はい、広いんです。中に去年できました宮古子ども館、こちらがありまして、中でもこちら後ろに見えますジャイアントスパイダーネット、こちらがこの大きな遊具施設となっております。高さ5メートル、直径約17メートルでありまして、中でこう螺旋状になっておりまして、はい、子どもが走って駆け上がって遊ぶことができます。なんか子どもがハハ言いながら動き回ってますね。はい、もう皆さん元気なので、もう朝から晩まで元気に遊んでます、ね。はい。でもこの八戸公園の中にオープンしました、宮古子ども館ですか、今年4月29日でちょうど1周年を迎えます。そうなんですよね、はい、ちょうど1年なんですよね、はい。この八戸公園子どもの国は期間限定の会場で、今年も4月1日からですか。はい、4月1日から、今年は11月4日までオープンいたします。ただこちらの宮古子ども館に関しましては通年でやっておりますので、冬場でも遊ぶことができます。そこが本当に嬉しいですよね。そうですね、天候にも関係なく気にせず中で元気に遊ぶことができますので。この1年振り返って小笠原さんいかがですか。はい、もう本当にたくさんのお子さんの歓声が響いて毎日楽しくこう過ごしております。やはり冬場の遊び場っていうのがこう八戸市内そんなに多くなかったので、小さいお子さんがいらっしゃる方にとっては本当にいい場所ができたなって思ってると思うんです。そうですよね、こう冬場になりますとどうしても家の中でこうじっとしていることが多くなると思いますので、こういう、ね、屋内でこう手足伸ばして遊ぶことができるっていうのはお子さんにとってもよし、いいと思いますし、お母さんたちにとっても、ね、安心できると思います。はい、今メインの遊具をご紹介いただきましたが、この他にもいろいろありますよね。はい、こちらに見えますのがゆらゆらハンモックって言いまして、1歳とか2歳のちっちゃいお子さんでも楽しんでいただけます。あとフリークライミング、お子さん用のクライミングがありますので、よじ登って遊んでいただけます。屋外には人工芝のソリゲレンデがございますので、大きい冬用のソリをご持参いただけますと夏でも滑れますので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。夏にソリ遊びができるんですか。そうなんですよ、もう夏でも結構スピード出ますんで、親子で乗ったりするとスピード出すぎんじゃないかなっていう感じがしますんで、そこはね、親御さんが気をつけながら楽しんで遊んでいただければと思います。お父さんお母さんの方が本当楽しそうですね。楽しみそうな感じですね。いや、楽しいと思いますよ。結構皆さんね、盛んに滑っていただいてますので。でもやっぱりお子さんがメインですよね。あ、もちろんです。ですよね。お子さんと一緒にお願いします。はい、お願いします。はい、そして一番メイン、ジャイアントスパイダーネット、真ん中に大
きいボールが乗っかってるんですけれども、あのあたりまで行けるってことですか？ぜひあの中を見ていただきたいんですよね。何かあるんですね。それは見てからのお楽しみということで。見てからのお楽しみですけれども、これ大人は入れないんですよね。そうなんですよね、子供だけなんですよね。あの中には星空みたいなのがあるんですよ。小声で教えてくれましたね。ぜひあのお子さんに見ていただきたいと思います、ね。はい、さあシーズン到来です。今年のイベントですか、八戸公園子どもの国、そして宮古子ども館、さまざま行われると思いますが、少しご紹介いただけますか？はい、今年4月29日から八戸公園春祭りというイベントがあります。こちら今年はあの岩手ディスティネーションキャンペーンというキャンペーンやってますけども、こちらの方にもあの参画させていただいてますので、県内だけでなく岩手県とか県外の方もたくさん来ていただけてますので、多分にぎわった楽しいイベントになると思いますので、ぜひ来ていただきたいと思います。4月29日から、はい、4月29日から5月6日まで毎年やってます。吹奏楽部とかジャズバンド、はい、そして今年は特に厚生学院のチアリーダー、今年も来ていただきますので、甲子園で見た声援をこちらでも元気いっぱい踊ってくれるかなと思いますので、厚生学院の元気をまたみんな分けていただけると思います。そうですね。この他にももちろん夏休みですとか、それから秋に向けてもやはり今年も企画はされてますか？はい、夏になりますと毎年やってます、あの昆虫展というのがありまして、カブトムシとかを展示します。で、最終日にはカブトムシを無料プレゼント300人先着なんですけども、秋には縄文鍋祭りに合わせて今年は写真展、八戸公園式写真展というのがありまして、今年で5回目になるんですけども、公園で1年間いろいろな写真を皆さんに撮っていただいて出品いただきまして、それを一堂に展示いたします。いやー、なんか様々な年代の人が楽しめるイベントですね。そうですね、やっぱりこちらお子さんから大人の、まあ、お年寄りの方まで来ていただいて楽しんで安らいでいただけると思いますので、広い八戸公園の中で宮古子ども館は猿山や動物との触れ合いコーナーの近くにあります。八角形のとても可愛らしい建物です。屋根が白いテント素材なので、とても日光がよく差し込んで、取材当日もそうでしたが、お天気のいい日中は自然の光だけで十分な明るさなんです。八戸公園、場所は八戸市大字東海地です。子どもの国の乗り物などは有料ですが、宮古子ども館、植物園などの入園入館料は無料です。八戸公園植物園の利用時間は午前9時から午後5時まで、子どもの国と宮古子ども館は午前9時から午後4時45分まで、子どもの国の乗り物券発売は午後4時までとなっています。休園日休館日は毎週月曜日、月曜日が祝日または振り替休日の場合はその翌日。お問い合わせの電話番号です。子どもの国は0178-96-3409、 96-3409、宮古子ども館は0178-96-3480、 96-3480 です。今年の子どもの国利用期間は11月4日日曜日まで、宮古子ども館は通年で利用できます。来週も八戸公園子どもの国宮古子ども館からお送りします。以上、何でもお邪魔隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか？この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか？明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。